はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は8月23日アップデート情報をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで先ほどですねディスコードが更新されましたので早速見ていきましょう。まずはお品書きというところで、まずは栄華銀月一朝一夕ラッキー割引珍宝券週のギフトとなってます。まあだいたいいつもの金曜日といった感じですかね。そして再販で工芸が来ています。まあ最初の頃に実装された MR がまた3週目とかになってきてるのかな。徐々にまた実装されて、実装というか再販されているのかなという感じです。そして新 MR アバということで号機がやってきますと。僕の予想からは3日遅れというところですが、号機やってきて、しかも連携スキル持ちというところで、まあ、僕はね毎回言うようにこの UR 戦配布の MR アバターですね、まあ、イベントごとにいるようなこの MR アバターの連携スキルは要注目だよというところですので、今回も楽しみですね。ということで詳しく見ていきましょう。まずはですね工芸というところで、ちょっと弓で、ボスとか対 NPC には火力はかなり出るタイプにはなるんですけど、まあちょっと戦場戦役では使いにくいサーチ方法の攻撃だったりとか、まあ連撃だったりとか、で、まあ、ボスはかなり火力が出ると。で対人はちょっともうインフレに飲まれつつあるかなと、まあ決して弱い方ではないけれどもって感じですかね。まあ、弓の中ではまだまだ上位に来るんではないかなというところですが、まあ、上位って言ってもね、5番目とか6番目とかにはなってきているのかなっていうところですけどね、まだまだ使おうと思ったら使えるレベルだと思います。そして栄華銀月小石パック小小石パック大と来てますね。まあこれ下に来ているは、ラッキー割引で使う通貨になりますので、ラッキー割引活用する方はというところですかね。そして一朝一夕そろそろ告知なしで必ず大吉来てもおかしくないかなって感じはしてますが、一応告知はランダムで40から 80% の減俸が獲得可能ということで、40出る一朝一夕ですね。そしてラッキー割引、期間限定イベントを開設中と、6から9割引でレアアイテムを購入するチャンスをゲットということですね。そして珍宝券、珍宝券にて豪華報酬をゲットしようということですね。こちら4つのセレクトパックがありますので、まあ、課金額に応じて買っていただければなというところですね。そして週のギフト、超招き椿とハッピーギフトを来ております。まあこのあたりに関してはね、やっぱ火曜日の160円のから買っていただくのが一番いいかなと毎回、言いますが、うん、火曜日のが一番いいですね。内容もお値段もというところになってます。そしてこちら、今回要注目の号機ですね。まあやっぱここ注目していきたいかなと思います。で大きい画像を出したいですが、準備してなかったのでちょっとお待ちくださいと。まず工芸出そうかな。工芸と号機ですね。ということでまずは工芸というところでこちら来ますよというところですね。まあ再販になります。まあ弓パーティー作りたくてみたいな人だったらまあワンチャンありかなというところですかね。今弓もね結構増えてきてね、弓パーティー作まあ工芸もともと持っててスサノオとか後で来てメンバーに入ってるとかなら全然いいんですけどね、もう今から弓パーティー作るのに工芸選ぶのはさあどうかなって感じもしますね。そしてこちら新アバター登場連携スキル持ちと右に書かれていて、こちらが号機となっています。まあ、UR 戦はねみんなこのお盆イベントで取ったかなと思いますので、この MR アバターねだけ原本を使えば連携スキル手に入るよというコスパも安い子になっております。ということで、まずは号機チェックしていこうかなと思うんですが、号機の前に新しいバフ追加されております。多聞刀ということで、こちらねもう知ってる方は知ってると思いますが、イベント中ですね毘沙門天が使ってたスキルですね。なので今回はこれは毘沙門天かなというところです。まあ、もしかしたら号機も持ってる可能性もなきにしもあらずですけど、確率としてはかなり低いかなというところで、これは毘沙門天の特殊バフになるかなと思います。というところで、ま、こちらが号機の UR 戦、になりますが、スキル的には風波持ってますね。
で、幸運持ってますと、しかも残り HP パーセンテージ最高の味方3名にっていうところで幸運つけられますよと、まあ、ちょっとバッファー的な立ち位置なのかな、まあ、攻撃もできる、まあ、サポート系と、で自身に影子を付与できますよというところですね。まあ、これは継続で持っているでしょう。スキルには特に何もなしですかね。うん。でパッシブの方もMP 上限、砲術防御貫通、知力値、会心値と、まあまあまあ、まあ、欲しいものは持ってるかなというところですね。なので、まあ、基本的には幸運配れるよっていうところが大きいのかな、MRアバターになった時は。まあ、幸運も決してね、弱くないですしね。で、体力値、防御貫通ですね。なので、まあ、どういうバフを持つかになってくるかな、新しくね、なった時に。で、こちらが範囲攻撃。なので、範囲攻撃 ×2 とか3とかになってくるかな。で、こっちは6回攻撃、連撃なので、まあ、連撃からの範囲攻撃になるとか、まあ、そういう形に改良されてくるんではないかなと思います。まあ、ちょっと楽しみですね。まあ、キャラクターの性能としては強くもな、強くもぶっ壊れもなくかな。ぶっ壊れでもなく、まあ、やや強いぐらいで、作ってくるのかなとは思います。まあ、だいたい MR アバター使えなくもなく、まあ、弱くはないよねって感じで、毎回登場してくるので、まあ、ちょっと今回も豪気も、ちょっと強め、で作ってくるのかなとは思います。使おうと思ったら、まあ、普通に使えるよと。ただ、連携スキル、まあ、楽しみですね。今のところ見た感じ、幸運なのかなって感じもしますよね。というところで、こちら明日連携スキル持ちできますので、楽しみにしておきましょう。そして、ですね。一応なぜ僕がねこの MR アバターですねおすすめしていくかというと、まあ、配布のね UR1000 の MR アバターをおすすめしていくかというと、まあ、例えばですけど、まあ、ここ稲葉うさぎですね、お正月2年前ぐらいのお正月の UR1000 配布の MR アバターになるんですが、こちらの子が持ってる連携スキルですね、決意聖護というものを持ってます。出陣時の決意聖護ですね。でこれ非ダメージ 30% マイナス 30% 非常に万能です。で味方の長老と援護状態が解除不可となってますというところですね。でただステータスアップは帽子限定になってくるので、まあ、帽子でっていうところにはなってきますが、まあ別にこの決意聖護自体は誰につけてもいいのでっていうところで、この誰にでもダメージカット 30% つけられるよっていうところはかなり優秀ですね。であとはまあ文王とかも一応ね配布に近いものではありますよね。東博とかね、まあ、孫将校とかも、まあ、ちょっと課金しなきゃいけないけれども配布に近いところではありますかね。まああとは鏡とか使いやすいですよね。まず英武と影光状態解除不可なので、まあ影光消えちゃうよって子につけるだけでももう効果発揮しますし、で状態性無視がプラス 35% ですね。デバフしっかり決めたい子につけてあげれば状態性無視もしっかり機能するしと。で HP 上限 10% と物理防御力プラスレベル ×100 に関しては誰でもいいよっていうところになってくるので、職種問わず使えるよと。まあ影光はね帽子にしか基本的には効かないので、まあ誰かが配ってくれれば別ですけど、使うのは基本的に帽子だよというところですので、影光を消されたくなければ帽子につけると。状態性上げたいよってなってくると、デバフ使う子であれば、まあ最近の子みんな使うんでね、誰につけてもいいかなっていうところですし、まあステータスはどの職種でも関係ないよってところで、使いやすい部類の連携スキル、決して弱くもないし、ぶっ壊れでもないんですけど、使いやすいものが多いんですよね。でなおかつ MR アバターだけ取ればいいよっていうところなんで、原本3万ぐらいで収まるよっていう連携スキルになってます。まあ基本的に普通の MR アバターが実装されれば、その下のリアリティ持ってればいいですけどっていう限定にはなってくるんですよね。まあ例えば、まあ最近来た雷神士連携スキル持ってなかったですけど、まあ例えば持ってると仮定して、UR1000 の雷神士全員が持ってるかっていうとそうでもなくて、UR1000 から行かないといけないよって人もいると思います。まあ僕も今回の MR アバター、雷神士の MR アバターで、UR1000 獲得までこぎつけたので、まあ、そういった人は
MR アバターだけでいいんでしょうけど、 UR 線絆ゼロだよって人が、あ、この連携スキル欲しいなってなった時に、さあ原稿どれぐらい必要だってなると結構かかるんですよね。でその点このイベントの子たちは UR 線は配布、ほぼ配布、まあイベント頑張らないといけないですけど、ほぼ配布に等しい、原稿使わなくていいよっていうところになってますので、 MR アバターだけでいいって考えるとコスパが非常にいいかなっていうところですね。なので、まあ、僕は結構このイベント配布で MR アバターになる子ですね、連携スキル今のところほぼ絶対持ってますので、まあ、僕はおすすめしていきたい一人かなと思います。なので今回は豪気になってきますので、まあ、ちょっと楽しみかなというところですね。まあ、もちろん、あ、ちょっとピンポイントで使いにくいなみたいな子もいます。で、まあ、最近の傾向として、MR ですよね、イベントの、CMR、なので今回で言うと毘沙門天ですね、の子に相性のいい連携スキルになるかなっていう感じもしています。例えば竹三日月の時は小食っていう子が MR アバターになったんですけど、イベント配布の MR アバターになったんですけど、まあ、その子は蛍火持ちだったんですよね。で竹三日月は移行持ちで、まあ、蛍火と移行って同時に使うと真の効果が発揮されるタイプなのでっていうところで、まあ、その時の CMR に相性のいい子がイベント配布プラス MR アバターだったりしたんですよね。ってことは、まあ、毘沙門天に相性のいい連携スキル持ちなのかなとも思ったりしますし、まあ、全然関係ない時ももちろんあるんで、どういう効果が来るかは明日来てみてのお楽しみにはなるんですけど、まあそういう可能性もあるよっていうところですね。なのでいろんな想像ができるかなというところで、まあ、ちょっと明日の12時ですね、楽しみかなと思います。はい、ということで、まあ、一応副賞の話が半分いってしまったので、ちょっと最後おさらいということで、まあ、栄華金月一朝一夕、ラッキーワルイケ人宝剣、旬のギフトで工芸再販、そして豪気が新 MR アバになるよというところでした。はい、ということでこれで明日のアップデート情報ですね、結構楽しみになったかなと思います。チャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。